はい。じゃあ、私の方から、今回のゼミの振り返りと、あとは、活動報告のですね、発表ですね。こちらの方の進行をさせていただきます。で、今回なんですけれども、冒頭で、記事のメッセージ、この後出しますけれども、まあ、デザイン経営1年間やってきた、まあ、正確に言うと半年なんですけれども、やってきた内容についてですね、ちょっとダイジェストで一気にですね、ご説明しながら、まあ、デザイン経営が実際にですね、どのような形で活用されているのかといったところを、ちょっと実践的なですね、部分も含めてご説明、差し上げた後にですね、今回9社ですね、まあ、実践コースという形で支援した企業さんとともにですね、その活動成果を、まあ、途中経過の部分もありますけれども、ご報告したいなというふうに思っている次第です。で、今回なんですけども、そもそも九州デザイン経営ゼミとは何ぞやっていうところなんですが、まあ、いわゆる先ほどですね、冒頭にもご説明あった通り、まあ、いわゆるデザイン経営といったものをしっかりとですね、やっていくという中において、まあ、一つキーワードとして入れさせていただいていたのが、まあ、環境に対応して進化してですね、生き残るというキーワードですね。いわゆる進化していくということを一つのテーマにやらせていただきました。で、具体的にはですね、ウェブで参加いただいている方々、あるいはですね、個別実践という形で、個社支援という形でですね、オンサイトだったり、あるいはインターネットを使って会議をしながらですね、進めた企業さん。あとは、まあ、参加者、支援者としてですね、さまざまなご協力いただいた方々。いった形で、まあ、3つのタイプの方々と連携しながら、事業を進めて、まあ、いった次第です。で、冒頭でですね、まあ、今回もですね、参加している方の多くの方が、参加したような気がしますが、開講記念セミナーという形で募集を始めてですね、その後に、セミナーワークショップ、あとは個別実践支援、で、最終的に本日の、報告会といった形で、まあ、続けております。で、今回ですね、キーワードとなるのが、最初に記事の方からですね、最初の、なんていうかね、開催記念、あ、そうですね、開講記念セミナーですね。開講記念セミナーの時にお話があったんですけれども、まあ、コロナ前後でですね、今まで日本のですね、経済というか、まあ、経済の状態というのが、まあ、あまり良くなかったよねと。いわゆる、まあ、ビフォーコロナ、アフターコロナという中で、アフターコロナ、今後考えていくにおいてもですね、まあ、いわゆるビフォーコロナ、いわゆるコロナの前の状態に戻すだけではですね、まだまだ足りないと。で、その理由が、まあ、いわゆるですね、成長率ですよね。日本の成長率っていうのは、欧米とかですね、あるいは韓国も含めてなんですけども、まあ、かなりですね、低かったと。まあ、なので、アフターコロナにおいて、我々がですね、こうどういった形でデザイン系をやっていくのかというのを考えたときに、ビフォーコロナ、いわゆるコロナ前に戻してですね、過去の日本に、せめて復活させようみたいな話ではなくて、そもそもですけれども、まあ、イノベーションといったものがしっかりと起きていなかったという現状を理解した上で、どういう形でですね、アフターコロナにおいてデザインして、経営をデザインしていくのか、あるいは事業をですね、進めていくのかといったところを、まあ、今回の事業を通じて、まあ、分かっていただけるというかですね、していただきたいなということで、今回のゼミが始まったわけです。で、記事の方からですね、上がっていたキーワードについては、まあ、2つありまして、1つがですね、アフターコロナにおいては、やはりデジタル化がどんどん進ましく進んでいくだろうというところ、あるいはですね、人の価値観が大きく多様していくだろうと。こういった中ですね、やっぱり SDGs をはじめとした様々なですね、まあ、環境の変化にいかに対応していきながら、まあ、イノベーションを起こしていくかというところが重要であるというふうに言っていたわけです。まあ、ですので、今回のですね、デザイン系ゼミの中でもですね、まあ、4回にわたって、まあ実際に講師に来ていただきながらですね、お話を進めてきたわけなんですけれども、まあ、一つのき、あの、まあ、いわゆる考え方として、このデジタル化といったところと、価値の多様化という、この2つの視点で、まあ、議論を進めてきたというのが現状でございます。で、その言ったですね、大前提のもとにですね、ちょっと記事の方からですね、今回、並行にあたってですね、ちょっとメッセージもらってますので、ちょっとそちらの方を再生したいと思います。はい、皆さん、こんにちは。ですね、今日、2月16日は、この九州デザイン経営ゼミの最終回ということで、まあ、このゼミに参加してくださった企業、九州の皆さん以外の会社の方とか、他の方も参加されてると思うんですけども、せっかくの最終回ですので、ちょっとこういう、事前収録の映像での出演が申し訳ないんですけども、一言。ご挨拶とですね、個人的に大事と思っている点を、簡単に説明したいと思っています。
で、私ですね、そもそも今回のこの九州デザイン経営ゼミっていうのは、本当に大事な取り組みだと、自分の教え子がやってるわけだからと、真面目に思ってます。っていうのは、ようやく今年からまあ、徐々にアフターコロナが始まるよねと。で、そこではコロナ前30年間日本経済低迷した最大の原因である生産性を高めるということを、これ当然政府の政策のみならず、民間の企業の側もどんどん頑張っていかないといけないんです。じゃあ、民間企業は自分の生産性を高めようと思ったらどうなるかっていうと、これはもう簡単で、当然のこととしてデジタル化を進める必要があると。それに加えていろんなイノベーションをどんどん作り出す必要があるよねと。そういう意味で、今年からですね、単純にコロナ前、コロナが徐々に終わるからってコロナ前を繰り返すだけではなくて、とにかくどんどんいろんなイノベーションを作り出すと。これが大事になってくるんです。で、そこで重要なのは、やっぱりこの、デザイン、デザインシンキングの考え方、なんですね。まあ、よく一般にはデザインって言うとですね、なんか商品のデザインとかお店のデザインとかですね、そういったものに、限定されがちなんですけども、実はデザインというのはもっと世界的には定義が広くてですね、経営のあり方自体をデザインする。で、これも実はデザインシンキングの重要な、パーツなんですね。で、これは言い方を変えればですね、要は企業が世の中どんどん環境変化が進みます。で、そういう中では当然、企業としてビジネスモデルをどんどん進化させないといけない。で、当然ながら組織のあり方もそれに合った形で変えていかないといけない。で、要は簡単に言うと、まずイノベーションいっぱい作り出しましょう。その延長で、当然企業のビジネスモデルを進化させて、で、同時にですね、イノベーションが生まれやすい組織を作るっていうことをやっていく。で、そういう意味で言えばですね、結構やることたくさんあるんですけども、実はこの全てのフェーズにデザインというのは関係するよね、というふうに真面目に思っています。例えば、イノベーションを作り出すっていう観点で言えば、単純にですね、要は品質が良くて安いものを作れば売れるでしょっていうだけではダメでして、やっぱりお客さんの視点で、実際どういうふうに、自分たちが作ったものが使われるかっていう、利用シーンを再定義して、で、まあ、持続可能な販売につなげるっていうようなビジネスデザインも当然必要になってくるんです。で、加えて言えば、これからアフターコロナが徐々に始まるタイミングで、間違いなく日本では新たな構造変化がいっぱい進むんですね。で、その一つは当然ながら DX ですよね、デジタル。で、日本はもう過去20年ぐらいずっとデジタル化で世界の中で、ずっと遅れていたんですけど、ようやくデジタル化がどんどん進み出すよね。で、もう一個大事なキーワードは、環境、グリーンですよね。まあ、DX、デジタルの対比でよく GX と言われますけども、で、この、環境の対応っていう観点も実はイノベーションを生み出す絶好のチャンス。で、どうしても日本で環境対応というと温室効果ガスを減らしましょうということでコストばっかり考えられますけども、実際もうアメリカとかヨーロッパなんかではこの GX、イノベーションを作り出す絶好の、機会、チャンスだよねっていう考えが当たり前になります。で、そういうことを考えると、やっぱりですね、これから DX、GX っていう、まあ、構造変化が進むよねと。で、だからそういった観点から顧客視点というのを意識して、で、どうやってイノベーションを作り出すか。で、イノベーションの延長でどうビジネスモデルを進化させるのか、で、売り方なんかをどう変えていくのか、こういう全体をデザインしていくってことが非常に重要なわけです。で、そういう意味で、今回、旧社の、企業の方々がですね、まあ、活動方向としてくださるっていうことで、まあ、非常に頑張った成果がそこで出るんだろうなと思ってますけども、で、そういう意味で言いますとですね、こういう皆様が考えた事例を次は実際に実行に移すことが大事ですね。やっぱりイノベーションってそんなたまに作って全部成功するなんてことはありませんで、どんどん作り出して失敗の経験をして、それを次の成功につなげるっていう観点も非常に重要ですので、ぜひそういった意識を持ってですね、この参加してくださって今日発表する9社の皆さんは、じゃあ次は実行だとどうするかっていうのを考えていただきたいですし、で、まあ、オブザーバー的に参加されている企業の方なんかはですね、そういった、ゼミ参加企業さんの発表で刺激を受けてですね、やっぱりこのデザインのアプローチでしっかりイノベーションを作り出すというのを考えてほしいな、というふうに思います。で、まあ、そういうことを考えますと、最後にですね、今回のこの、普及するデザイン経営ゼミという貴重な機会をくださった、九州経済産業局の皆様にですね、改めて感謝申し上げたいと思います。私、昔、経産省にいたんですけども、その昔から九州経産局はですね、やっぱり、日本全国の、経産局の中で、一番いろんな、アクティブな取り組みを、
されてるなと政治向きで感じていたんですけども、多分そういった DMA がですね、私が辞めて20年、15年経った今も生き残っていて、こういうまあデザイン経営デミってですね、素晴らしい取り組みをやってくださったというのは、九州エリアからいろんなイノベーションを作り出す観点から絶対にプラスになると思っておりますので、できればですね、九州経産局には、こういった取り組みをぜひ継続的にしていただいて、さらにパワーアップさせていただいて、で、九州からいろんなイノベーションがどんどん生まれ出て、で、九州経済全体の生産性が上がるという方向を目指していただければなというふうに思っております。はい、ありがとうございます。でですね、デザイン経営なんですけども、このあとですね、先ほど申し上げた通り、あの4回分のですね、総まとめですね、これダイジェストなんですけども、やっていきたいと思いますので、ちょっと早速ですけども、入っていきたいと思います。でですね、デザイン経営とは何ぞやっていうところ、もう一回何回も、ね、申し上げないんですけども、あの別の観点からですね、中身の観点からご説明差し上げています。あの、まあ、特許庁の富山さんにですね、あの最初の回ですかね、あのゲストに来ていただいてですね、まあ、いわゆるデザイン経営の役割といった形で大きく2つの整理をしていただいています。まあ、1つ目はですね、ブランド構築に資するデザインということですね。まあ、よくこれはよく皆さんがあの感じられているいわゆるデザインというところに近いかもしれないです。あともう一つがイノベーションに資するデザインですね。こちらどちらかというとビジネスモデルだったりだとか、あるいはもう商品のですね、新しい組み合わせだというか、そういったですね、あのちょっとこう表向きとは違ったですね、構造的な部分におけるイノベーションというかデザインといったところですね。で、まあどちらも共通して言えることなんですけれども、やはりですね、あの変化に対応しながらですね、まあ、いわゆる顧客視点で事業を再設計しながら、付加価値を高めていくアプローチが必要であるといったところがお話としてあったんじゃないかなというふうに思っています。で、その中で、あの先ほど岸からも話ありましたけども、GX をはじめとしたですね、いわゆるグリーンですよね。あるいは環境はじめ、あの、まあ、社会だとか、あるいはあの地域に優しいといった意味で、まあ、全体を総じてエシカルといったような、そういったあのいわゆる持続可能なですね、事業を行うにあたって、社会市民としての、まあ、いわゆる企業といったものがどうあるべきかみたいなところが、今注目を浴びています。なので今回もですね、このエシカルというのをキーワードに今回のデザイン経営ゼミといったものはずっとやってきたということになっています。なので復習なんですけども、まあ、エシカルって何かというと、まあ、倫理的なとかですね、あるいは道徳的なという意味から来ていますけれども、まあ、シンプルに言うと、まあ、環境に優しいだとか、あるいはまあ社会や人に優しい、また地域組織に優しいといったの、そういった取り組みのことを全般として指しています。なので、よくですね、あのまあ、環境だけを、フォーカスしようという方も出てくるんですけれども、まあ、どちらかというとですね、まあ、それにとどまらずですね、やっぱり、地域社会にとってもですね、ちゃんと企業たるもの、貢献しましょうねといったところが、まあ、入っているというのがポイントなのかなというふうに思います。で、まあ、一応ですね、これがなんでこんなのが重要になっちゃったんだっけという話なんですが、今回デザイン経営というからに、やっぱり経営の視点からですね、ここら辺のまあ、あの背景も紐解いた方がいいかなというところで、この資料を使っていました。まあ、いわゆるですね、エシカルにおいてですけれども、まあ、エシカル経営と言われているものっていうのはですね、背景としては、まあ、下にあるですね、国連が進めたですね、まあ、いわゆる一大キャンペーンがあります。まあ、一つは SDGs ですね、持続可能な社会、持続可能なですね、開発目標を作っていくことによって、まあ、いわゆる消費者の側からですね、しっかりと啓発していきたいというアプローチ。であともう一つがですね、ESG ですね。こちらは、いわゆる金融機関をはじめとした経済界を通じて、まあ、持続可能、あるいは地球とのですね、あるいは環境との共存をですね、図るために作られていた、そういったキャンペーンになっています。で、ご存知の通り、SDGs はね、かなりあの、まあ、消費者側にも浸透してきましたし、ESG に関してはですね、あのいわゆる経営者サイド、あるいはまあ金融機関をはじめとして、そういったところにですね、投資と融資の観点から、まあ、指標としてまあ使われるようになってきた。で、ESG に関してはですね、環境、社会、企業統治といった形で、さっき言ったエシカルのキーワードそのものなんですね。なので、繰り返しになりますけども、環境対応だけすればいいという意味ではなくって、ちゃんとですね、社会だとか、企業統治といったところも含めて、しっかりとですね、経営していかないと、まあ、今後の変化に対応したですね、まあ、経営することはできないですし、あるいはですね、消費者ですね、SDGs をベースとした、まあ、いわゆるエシカルな社会を求めている消費者に対して遅れを取ってしまうんですよってことを言っていたわけです。まあ、その中でですね、じゃあ、その先ほどですね、富山さんの話あった通りなんですけども、デザイン系の役割として真ん中にあるですね、ブランドとイノベーションという2つのキーワードがあると思うんですが、まあ、具体的にですね、どういうふうにしたらいいのかというところにどんどん落としていきたいと思います。で、
一つですね、我々が経営ゼミの時にも言ってたポイントの中にですね、あるとすれば、こういったですね、変化、世の中の変化に対応していくと、まあ、いわゆるエシカルでやっていこうということは、実はですね、攻めではなくて守りであったということも一つ大きなキーワードになっています。要は新しい商品を作るときに、よし、じゃあエシカルにしちゃうぞっていうのは、まあ、それはそれで全然いいんですけども、まあ、そうではなくてですね、今ある商品自体も実はですね、エシカルに対応していかないと、まあ、いわゆる変化に対応する形でですね、ちょっとずつデザインを変えていかないと、まあ、そもそも売れなくなってしまう可能性があるといったことを、まあ、ずっと言ってきたわけです。これ真ん中にありますけど、まあ、左側ですかね、ありますけども、ブランド価値ですね、に関して言うと、まあ、今まではですね、まあ、売れ残ったものをですね、割引販売せずに廃棄してきたと、まあ、そういったブランド戦略を取っている会社が、まあそうですね、いわゆる高級なアパレルメーカーさんをはじめとして結構あったんですよね。まあ、コンビニも実はそうだったりしますよね。割引したくないので、まあ、さっさと廃棄するという考え方ですよね。なんですけども、やっぱり変化のポイントというところにありますけれども、メインとなるお客様がですね、やっぱり意識がどんどんエコに変わっていって、やっぱり大量生産、大量消費、あるいはですね、大量廃棄といったところに対して疑問が出てきてですね。そういう結果として、まあ、4R、この後出てきますけれども、リサイクル、リユースみたいなものですよね。あるいは、循環型ですかね、そういったものに対しての支持が広がってきていると。だ結果的にこれからの常識ってどうなんですかというと、ブランドを守るためにはですね、まあ、売れ残りをバンバン捨てるんではなくて、そもそも売れ残りを作っちゃダメなんですよね。なんで、そのためのですね、こう商品開発であったりだとか、あるいはその回収だとかですね、そういった仕組みも含めて、ちゃんと考えていかないと、そのブランド価値というのが上がらないんですよってことを意味しています。あるいはですね、イノベーションの方ですね。こちらも大きく変わっていて、今まではですね、まあ、技術と伝統のメイドインジャパンだとか言ってですね、良いものをたくさん安く作ろうというんですね、そういう発想だったわけです。で、これ自体別に悪い話ではないんですけれども、ちょっとだけですね、問題があるとすると、やっぱり脱炭素の流れですね、まあ、いいものをたくさん作ればいいってわけじゃなくなってきたってことですよね。やはり、環境対応がしっかりとできていることが、まあ、購買の前提になってきてしまいます。なので、いいもので、かつ安いというだけで今までは売れたと思うんですけども、それがですね、例えばその1個あたり CO2 量がどれくらいかというのを開示していない、あるいは開示できていない、あるいは環境に対しての優しさがある商品なのかといったところも、まあ発表してない、あるいは PR できてないという商品であればですね、まあ、いわゆるグリーン購買と言われている、さっきESG って言いましたけども、いわゆる金融機関だとかですね、投資家の方々っていうのは、企業に対してですね、そのあなたの商品を作るにあたってどれぐらいエシカルなんでしょうか、どれぐらいエコに気を使ってるんですかっていうのを投資の基準にしちゃったんですね。ということは、逆に言うとですね、そういった商品を購買、いわゆる購入していない、仕入れしていない企業は、やはりですね、投資家さんだとか、あるいは金融機関にですね、ご説明できない、あるいは消費者に対しても説明しづらいということで、そもそもそういった商品は買わないようにしていこうという流れになっちゃってるわけです。ですので、今までみたいにですね、いいものを安く作れば売れた、あるいはいいものを安く買おうという考え方ではなくて、取引先も含めてなんですけれども、エシカルな商品じゃないものはですね、そもそも購買の対象外になってしまいますので、サプライチェーン全体で今の仕入れだとかですね、まあ販売も含めてなんですけれども、ちゃんと全体で自社の商品がエシカルに流通できてるんだろうかといったところを確認する必要があるということですね。なので、まあ、さっき岸の話にも入ってましたけれども、いいものがですね、売れるといったような時代からですね、やっぱり環境だとかエシカルなものが売れると。で、かつですね、そもそもそうじゃないものは売れない。ということは逆に言うと、先ほど冒頭申し上げた通り、既存のビジネスをですね、守るためにもエシカル対応を進めないといけないんだというところが大きなポイントになっていたわけです。で、こういったですね、背景をベースに、じゃあ実際にですね、どうすればいいのか分かんないという話があると思うんですね。これだって総論はいいわけじゃないですか。なるほど、なるほど。やっぱエシカルだよね。なんですけども、じゃあ自社の商品だとか自社の経営をどういうふうにですね、変えていったら具体的にそのエシカルを体現できるのかといったところについて、今回ですね、4回にわたって講義を行ってきたというのがゼミの方になっています。で、ゼミなんですけども、まあ4回あったんですが、前半の2回はですね、実はものづくりですね、エシカルなものづくり、いわゆるデザイン経営におけるものづくりとは何ぞやというところを、ちょっとですね、実践している講師の方をお招きしながらワークショップをセットでやっていました。で、3回目はですね、今度はものづくりからですね、ちょっと離れて、このサービスですね、実際にじゃあ商品を販売しながらお客様がですね、それをどう楽しんでいるのか、あるいはどう活用してもらうのかという視点で、
まあ、どういう設計、サービス設計どうしたらいいのかみたいなところをお話ししました。で最後はですね、いわゆる経営戦略として、じゃあ今後どういうポートフォリオ、まあ、どういうふうな商品をまあラインナップしていけばいいのか、あるいはどういうふうにお客様とコミュニケーションしていけばいいのかといったところを、まあ、事業戦略の視点で、まあ、いわゆる課題解決という新しいキーワードの説明と今後のトレンドについてお話ししていました。なのでこの4回を通じてですね、大体ですね、なんとなくなんですけども、デザイン経営とは何ぞやみたいなところが、ちょっと体系だって分かってきたらいいなというふうに思っていたわけです。でせっかくなんで、じゃあですね、4回分この後ですね、まあ、ガーッと一気に振り返るわけなんですけれども、まず最初にですね、ものづくりのところからスタートしたいと思います。で、ものづくりなんですけども、第1回のセミナーとしては何をやっていたかというと、まあ、いわゆるデザインシンキングですね、いわゆる顧客視点のものづくりですね、まあ、デザイン思考とも言いますけれども、そういったものをベースに、どうやったらですね、今後売れる商品が作れるのかみたいなところを、ちょっと具体的なアプローチについて、サバエのですね、福井県のサバエの事例をベースにですね、ご説明しました。で、どういう話をしていたかというとですね、そもそもなんですけども、顧客視点のものづくりって何だっけというところで、まあ、デザイン思考の中の一つにあるんですが、顧客視点のものづくりについての、まあ、具体的な方法をまあやってみたわけです。何かというとですね、例えばなんですけども、自社で売りたい商品、あるいは技術があったとして、まあ、それを磨いていってですね、まあ、商品に落とし込むという、これまでの手法があったとしたら、まあ、そうではなくてですね、その自社の良さとですね、お客様が求めている商品、今売れ筋の商品ですよね、と、あとは世の中のトレンドですね、この3つをですね、合わせて1つの商品を作れば、よりですね、売れる可能性が、あるいはお客様に近い商品ができるんじゃないんですかっていうところを練習したわけです。これちょっとね、具体的な例で説明した方が分かりやすいんですよね。これ何かというと、例えばですけども、越前漆器ですね、漆ですけども、まあ、全国で実はですね、業務用漆器で 80% シェアを持っている越前漆器、あ、これですね、こういうやつですね、こういうやつですね、おわん。なんですけれども、まあ、これからですね、じゃあイノベーションしようといったときに、じゃあどんな商品を皆さん作りますかっていう話をしてたわけです。で、まあ、よくあるのがですね、例えばなんですけども、食洗機可能なお椀にしようとかですね、あるいは最近少子高齢化だろうって言って、子供向けのお椀作ろうとかですね、なんだったらもうシリアルのお椀作ろうとかね、まあ、ご飯、味噌汁じゃないやつにしようとかね、まあ、そういったいろんな商品が出てくるんですけれども、まあ、一つ言えることはですね、いわゆるお椀を作るという、いわゆる技術ですよね、それに特化しすぎていて、まあ、いわゆるイノベーションといったものについては、なかなかまだ難しいのかなということが現状だったわけです。いやもちろんですね、お椀作ること自体は全然問題ないし、そのバリエーションを広げるってことも全然問題はないんですけども、ただ一方で、お椀のマーケットの外の世界というのはなかなかこれだと取れないわけですよね。なので、まあ、事例としてご紹介したのが、ここにありますね、これですね、これですね。こういうちっちゃいサイズ、まあ、水筒を作ったという事例をお話ししたわけです。で、これ何かというとですね、まあ、先ほど申し上げた通り、こういうですね、自社の技術をですね、まあ、いわゆる磨いていこう、使っていこうといった中で、まあ、漆っていうのは、漆塗りというですね、まあ、ペイントですよね、の技術があるとして、この技術、やっぱりですね、何にでも塗れるっていうのを売りにしてたわけですね、サバエ漆というのは、サバエの産業というのは。なので、まあ、越前漆器は誇るですね、何にでも塗れてしまうこの漆の技術をうまく使えないかというところと、まあ、あとはですね、やはりですね、世の中で一番売れてるものは何ぞやというときに、まあ、こういったですね、コーヒー文化、あるいはアウトドアでドリンクを飲むという文化が、まあ、SNS のトレンドとか見ても分かる通りですね、結構流行ってきたんですよね。たときに、このお椀ですよね、お椀に関しては、室内の文化じゃないですか。だとしたら、室外でこういったですね、何か液体のものを飲む、あるいは液体のものをですね、運ぶといったようなものを、まあ、新たなトレンド、あるいは新たなマーケットとして捉えることができるんじゃないかというふうに考えたわけです。まあ、そんな中ですね、今一番売れてる商材として、まあ、ポケトルというですね、ポケットサイズの水筒ですよね、というのがあって、で、これをですね、発見した、まあ、漆屋さんが、じゃあ、ここと一緒にですね、何かコラボしたら売れる商品ができるんじゃないかというふうに考えたわけです。なので、まあ、ただ単にですね、お椀型の何かを作るんじゃなくて、今売れているものに対して自社の技術を足すことによって、今まで自社がですね、開拓しきれていなかった、いわゆる雑貨品ですよね。あるいは外で使っていただく商品みたいなものを、まあ、作ることができたという話をしたわけです。で、これ2つメリットがあって、1つはですね、いわゆるこのタンブラーじゃないや、この水筒を作ってるメーカーさんから見たら、漆塗りの商品を加えることによって、高い商品のラインナップができることになったんですね。
なので、通常の商品であれば2000円台だったのが、こういう漆塗りの商品を入れることによって、まあ、4、5000円とか6000円台のですね、高い高額商品の、まあ、マーケットを作ることができるというのが一つ大きなメリットだったわけです。で、一方で漆器屋さんに関して言うと、今までですね、全く扱ったことがなかった雑貨という販路ですね、を手に入れることができるわけです。で、しかもですね、このポケトルさんが持っている、まあ、販路だったりだとか、お客様に対して訴求することができますので、今までと違ったですね、販路、今までと違ったお客様にアプローチすることができて、で、かつ漆塗りという技術自体も使うということができたわけです。で、ただしですね、これだけでは、先ほど申し上げた今のトレンドというのが入ってないですよね。というわけで、何をやったかというとですね、まあ、漆塗りというのは、古来ですね、こう、先ほど、まあ、冒頭で申し上げましたけれども、いわゆるこう、サーキュラーエコノミーというですね、リユース、リサイクルをずっとやってきた産業だったんですね。なので、まあ、いわゆるですね、自然由来の木があったとして、それに、まあ、漆塗りを塗って、で、長く使ったら、今度はですね、塗り直す、お直しという形で、表膜だけですね、表層だけ漆を塗ることによって、また新品同様にしてですね、また使っていただくということをやっていたわけです。で、そうすることによって、まあ、いわゆる木を削る工程は全部ショートカットしてですね、塗るとこだけをやればよくなりますので、まあ、工賃というか、原価的にもかなりお安くなります。で、一方でお客様から見てもですね、塗り直してもらうだけで新品と同じ、まあ、ほぼ同じですね、クオリティになっちゃうわけですよね。だとすると、こういったですね、使い続けてもらって、で、かつですね、利益率の高い、いわゆる塗るだけでいいんですからね、ビジネスをやって、で、長くですね、使ってもらうことで、漆器産業もお客様も利益がある、利益を出す体制を作ろうといったことをやっていたわけです。で、これがですね、いわゆるサーキュラーエコノミーと言われているですね、先ほど冒頭で申し上げた、いわゆるたくさん作ってですね、たくさん、まあ、売るというですね、ビジネスモデルあったと思うんですが、それに代わるですね、ビジネスモデルのヒントになるというふうになっていたわけです。まあ、なので、まあ、今までですね、大量消費、大量生産でものづくりをやっていた企業というのは、こういったサーキュラーエコノミー、いわゆる循環型社会ですね、まあ、基本的にはもう新しいものを作っちゃダメですとか言われる社会なんですが、どうやって儲けたらいいか分かんないという方結構いらっしゃったんですが、こういったですね、伝統産業ですね、こういう日本の工芸はですね、昔からお直しだとかですね、あるいは再利用といったものを、まあ、資源に乏しいですね、国内の事情を鑑みてですね、やってきたわけなんですね。なので、こういったですね、日本のいわゆる伝統的な産業をヒントにですね、こういったですね、まあ、商品を提供できればですね、まあ、また新たなですね、まあ、トレンドっていうんですかね、キーワードが乗るんじゃないかというふうになったわけですね。まあ、なので、まあ、こういったですね、まあ、いわゆる新しいことをやっていくにあたって、イノベーションといったことを我々やってるわけなんですけども、イノベーションというのはですね、発見ではないんですよね、発明ではないんですよね。全く新しいものを作るんではなくて、こういった今ある技術と今あるトレンド、お客様ニーズにいかに即してですね、ものを変化させていくのかというのが大きなポイントなわけです。なので、まあ、こうやってですね、時代に合わせて今あるものをしっかりと進化させていくというアプローチ、これが、まあ、デザイン思考において重要ですし、デザイン系におけるものづくりの基本だよねという話を、まあ、最初にしたわけです。なのでまとめますとですね、第1回のまとめというのは、まあ、漆のを塗るという技術があったとして、でそれをですね、今売れている、なんだっけな、商品であるポケットサイズの、ボトルですかね、に入れる。で、プラスアルファでエコのですね、削減ですよね。どういうふうにですね、小さい、なんていうかな、容器を持ち運ぶことによってプラカップが減らせるのか、あるいはですね、こう傷がついたときに、実はこのポケットをお直しできるんですけども、ちゃんと塗り直しができますよという言い方で販売していく。なので、そういったですね、エシカルな、いわゆるエコなですね、トレンドにも対応しながら、かつですね、自社の技術を使って、で、売れ筋を作っていくというですね、こういった新しい組み合わせをですね、トレンドに合わせて作っていきましょうねというところを、こういったですね、まあ、手法を用いてですね、解説していたわけです。で、実際にゼミの時にはですね、これを午前中説明した後に午後に、この穴埋めですよね。じゃあ、皆さんにとってですね、なんていうか、作ってみたい商品、売ってみたい技術なんですかっていうところと、あとは今のですね、それに関連しそうなトレンドなんですかっていうのを調べて、で、かつですね、その売れ筋を調べてですね、それを全部足してみて、いろんな商品をですね、作ってみると。いわゆる、まあ、企画の千本ノックみたいなことをやっていたわけです。で、これはですね、実際にすべての方にですね、共通することだと思います。商品開発やってる方はですね。もうとにかく今ですね、自社の、まあ、技術だったりだとか、売れ筋の商品だったりとかあったとしたら、それに対してですね、さっき言った通り、SNS でもいいですし、あと我々よくやるのが、
ヤフーショッピングだとかですね、あるいはアマゾンだとか楽天だとかのですね、いわゆるランキングですよね。そういったあの EC サイトのランキングを見ることによって、今売れ筋の商品を確認して、その商品と自社の何かが合体できるのか、あるいは今のエシカルというトレンドに何が応えられるのかといったところを、まあ、検討しながら商品開発をしていくといったことをやっていたわけです。で、第2回目はですね、そういったですね、ものづくりの基本的な考え方ですね、いわゆるイノベーションというか、まあ、何かと何かをうまく足して、今の商品をよりですね、進化させていくという方法ですね。このアプローチをやってきたわけなんですが、そのですね、この組み合わせって書いてあるんですが、じゃあ新しい組み合わせって書いてあるんだけど、具体的にどう組み合わせたらいいのかわからない。どうですね、新しいものと今の自分の技術とトレンドをですね、組み合わせたらいいかわからないっていう話が次出るわけなんですね。なので、このじゃあ組み合わせ方を学ぼうと言ってですね、やったのが第2回目の進化思考ということになります。で、この進化思考って何かというとですね、先ほど申し上げた、いろいろ新しい組み合わせをですね、生物学の進化に学ぼうというですね、そういったあの講座でした。これはですね、デザイナーの立川というですね、立川さんというデザイナーがいるんですけども、彼がですね、考え出した、いわゆる生物学の進化とですね、プロダクトメイキング、いわゆる商品開発ですね、何か共通項があって、でそこにですね、イノベーションの鍵があるんじゃないかという考え方になっています。で進化思考を簡単に振り返っておきますと、生物学の進化からですね、いろんなですね、歴史が変わってきて、でその変わったですね、発想法ですよね、を学ぼうという、そういう考え方になっています。で、いろんなですね、実は進化思考自体はさまざまなですね、ジャンルというか、さまざまな、章から成り立っているんですけれども、プロダクト開発に関して言うと、商品開発においてはですね、この系統と言われている、その進化の過程をうまく追ってみると。そしてそこにヒントを得ようという考え方を採用していました。これ何かというとですね、例えばなんですけども、輸送手段の進化ですね、人は歩くといったところが移動だったんですけども、その移動する手段というのは、どんどんですね、進化したわけです。例えば最初はですね、これ馬車だったわけじゃないですか。これ人が歩くのめんどくさいから馬車だみたいなね。で、それがですね、最終的には動力源になったりとかしていったわけですよね。で、これ実は同じようにですね、プロダクトサービスの進化はですね、生物学にも言いまして、最初はですね、お魚さんですね、海とかですね、川にいたわけなんですけども、よし、足生やしちゃうぞみたいな感じで足が生えて、時には空を飛んでしまったわけなんですが、これもですね、やっぱりニーズに合わせてですね、さまざまな進化をしてきたわけですね。で、この進化っていうものはですね、こう体系立っていくとですね、いくつかのパターンになるよねというところで、その進化のですね、こうパターンをこういったですね、カテゴライズしましょうということをやったのが、この、9つになります。で、これちょっと9つ以外にも細かくあるんですけども、代表的なやつのこの9つをテーマにですね、この9つの進化の仕方、いわゆる変異ですかね、変化の仕方を参考にしながら、商品開発をですね、やってみようということをやったわけです。で、具体的に何かというとですね、例えばですけども、例に出ていましたけども、こういったヘビですよね。ヘビって何やったんでしたっけって言ったら、いわゆるですね、形質と言われているですね、足と手がなくなっちゃったわけですよね。なので、もともとあったですね、手と足をですね、あえてなくすことによる進化というのを遂げたわけです。そうすることによって、例えばですけども、締め付けたりだとか、あるいは機能で生活しやすくなったりだとか、そういったさまざまなメリットを残して、で、結果的に生物として生き残ることができたわけです。で、これもですね、同じようなことをやったっていうのがありまして、これがですね、ダイソンだとかをはじめとした、いわゆる羽のない扇風機ですよね。これももともとですね、扇風機、夏場の季節商品だったんですけども、羽があることによって、さまざまなですね、弊害もあったわけですよね。それをあえてですね、羽をなくすことによって、季節商品ではからですね、年間商品に生まれ変わることができて、でかつですね、安全性だったりだとか、あるいは今まではですね、こう冷風、冷たい風を出していたのが、羽をなくしてコンプレッサーにすることによって、温風が出せたりだとか、あるいは空気清浄ができたりとか、加湿ができたりとかいう形で、いるこういう扇風機のマーケットをですね、一気に高付加価値化してしまったわけです。そうすることによって、今まで4、5000円だった扇風機がですね、4、5万円から10万円をはじめとしたですね、さまざまな高級な扇風機のマーケットを作ることができたわけですね。なので、こういったですね、進化の仕方っていうのは、ただ加えていくっていうやり方ではなくて、こういったですね、減らしていくといったことも、実は生物学においては行われていて、これをヒントにすることによって商品開発もできるんじゃないんですかねっていうことを学んでいったわけです。
あるいはですね、こういったシダ植物ですね、これもよく例に挙げていましたけれども、もともとですね、水辺に、まあ、水の中とですね、陸上にあったですね、そういった植物とは違ってですね、この植生としては、水とですね、陸の間のジメジメしているところにいるわけですよね。なので、なかなかですね、他の植物が、まあ、あるいは他のですね、動物が来づらいところに、まあ、いわゆる移動してですね、でそこで、まあ、いわゆる住んでしまう、コロニーを作っていく。なので、本来いたところとはまた違ったところにですね、自分たちの住処を見つけて、そしてですね、その場所で一気に生きていくというやり方です。で、これはですね、よく転移というかですね、まあ、いわゆる住む場所を変えるという考え方なんですけども、まあ、これはですね、有名な話がやっぱり熊の筆ですよね。もともと、まあ、いわゆる習字の筆という形で、かなりですね、まあ、ニーズが高かったものなんですが、やはり習字の人口がどんどん減っていく中で、まあ、ペンとかね、あるいはパソコンとかになっちゃっていくわけですから、その中で、じゃあこのですね、筆をですね、じゃあどうするのかというと、実際にはやっぱり化粧品売り場でですね、化粧品のこうふわふわすると気持ちいいですよねというときに、その化粧品のメイクアップのですね、道具として生き残っていったわけです。なので、商品自体はですね、あんまり変わってないですよね。筆としての機能だとか製造法についてはあんまり変わってないんですけれども、売る場所を文房具売り場から化粧品売り場に変えることによって、単価をですね、一気に上げてですね、でかつ、付加価値を高めていくことができると。なので、こういった形でですね、いわゆる生物学の進化、まあ、生物の進化ですね、これをうまく参考にすることによって、商品のですね、さっき言った組み合わせですよね、にヒントがあるんじゃないかというのを学んだのが、このデザインシンキングの中でも進化思考のところですね、の回でした。で、セミナーの後ですね、実際にワークショップでは何をやったかというとですね、こういった系統ですよね、を参考にしながら、今ある商品がですね、どんなニーズがあって生まれてきたのか、またですね、その商品を遡っていったらどんなものがあるのかみたいなところを検証していきながらですね、その次の商品のヒントを考えたというのがポイントです。まあ、なので、これ、例えば例であればですね、椅子があったとしてですね、じゃあ椅子ってどんな椅子があるんだろうというのをどんどん遡っていくと、まあ、最終的にはですね、商品ではなくて、そこら辺にある岩だとかですね、切り株を、まあ、椅子代わりに使っていた。で、かつですね、椅子に関してはですね、どんなニーズがあるんだっけって時に、じゃあ食事にするときに使うとかですね、あ、ごめんなさい、椅子じゃないですね、これテーブルでしたね、ごめんなさい。テーブルの例であればですね、まあ、岩とか切り株をテーブル代わりに、作業台代わりに使っていたのを、じゃあ何に使ってたのかなって言って遡っていくと、食事に使っているところもあれば、まあ、作業台として使っているところもあってと。じゃあ作業台として進化していったところはどういう机になっていたのかみたいな話。あれ食事のですね、まあ台として使われているテーブルについてはどんなふうに進化していたのか。で、それとそれを合わせたらうまく何か新しいものができるんじゃないかみたいなところも検証していったわけです。なのでそういった形でですね、自分たちが今作っている商品をただバラバラにして何かと足しましょうっていうアプローチをいるだけではなくて、じゃあそのバラバラにした過程だとかですね、あるいはバラバラにした結果何とくっつけたらいいんだっけみたいなところ、あるいはもう何を外せばいいんだっけみたいなところについて、こういった生物学の進化から学んでいきましょうねといったところをやったのが、第2回目でした。